皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。じゃあ今日は青山学院の和訳の問題でございます。皆さん、和訳2題頑張っていただくんですが、丁寧に和訳ができるかどうか、直訳で大丈夫ですからね、頑張っていきましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、和訳箇所はその次の段落でございますので、念のため一読をお願いいたします。皆さん、和訳の該当箇所でございます。皆さん、考えていただいてですね、解説はこの後ホワイトボードでいきますね。さあ皆さん、下線部1番前半をですね、ちょっと書き出してみましたので、皆さん、上がですね、模範解答でございます。皆さん、これをちょっと見ながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。まず、構文を配置するところからいきますね。で、ゾインファクト、ということですが、皆さん、まずインファクトは、実際はということでよろしいかと思いますが、前置プラス名詞。ですので、全体で M ということで問題ないかと思います。あとは、it is sometimes hard ということで、皆さん、it 主語。B 動詞。で、皆さん、B 動詞の右側、保護ですね。SVC。で、皆さん、もちろん、sometimes は、時々ということでございますので、副詞。ですから、皆さん、M ということでございますので、ちょっとカッコだけくくっておきますね。で、実際にはですね、it is sometimes hard ということで、時々難しいんですが、ということでよろしいかと思います。このオレンジのところはですね、この模範解答のこのオレンジの波線と対応させてますからね。で、じゃあ皆さん、あとは、何が時々難しいんですかと言われたら、これ以前からですね、お伝えはさせていただいておりますが、it があってですね、皆さん、後ろに to 不定詞がございますので、ご存知の方、たくさんいらっしゃるかと思いますが、これですよね。後ろに to 不定詞があって、そこを指しているんであれば、仮主語の it、形式主語の it ということでよろしかったかと思います。で、皆さんもちろんそのあたりの情報を知りませんという方実際いらっしゃるかと思いますので、概要欄にですね、リンク先貼っておりますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、あとは to 不定詞からどうなってますかと言われたら、皆さんもちろん tell の右側にですね、名詞がございますので、tell は他動詞。で、such gestures が目的語ということでよろしいかと思います。で、そのようなジェスチャー、もちろん身振りですね。これでございます。カタカナでジェスチャーでもいいかなって感じはしますが、なるべく漢字、ひらがなを使った方が安全かと思います。で、あと皆さん、from symptoms 前置プラス名詞ですので、カッコでくぐっておきますね。そして、over medical condition も前置プラス名詞でございますので、カッコでくっときます。で、これでじゃあどうしますかということなんですが、皆さん構造はこれでいいんですけども、皆さん、テール、皆さん模範解答緑のところにも書きましたが、テールときたら、後ろは、from, b という漢字で、皆さん思い出せますか？テール、from b ときたら、A を B と区別するということでよろしかったですね。ですから皆さん、ここに対応させておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。ですので、構造は皆さんこんな感じですので、じゃああとは、どの順番で訳していきますかということでございます。皆さんもちろん、どっからいきましょうかね。わかりやすいのは、やっぱ他動詞の右側のサッチジェスチャーですかね。A を B と区別するということでございますので、そのような身振りを、これですね。で、皆さん、うんたらかんたらと区別するということですが、皆さん、前置プラス名詞でございますので、こういう順番でよろしいかと思います。ですから、そのような身振りを、医学的な状況、もしくは病状ですよね。それの、シンプト、兆候ですね。で、その兆候を、区別するということですね。こんな感じでいいかと思います。で、その兆候と区別すること。例えば皆さん、それは、時より難しいということですね。ですから、時々難しいですよということですので、このあたりが5番目になるかと思います。で、時より難しいんですがということですので、皆さん、接続詞は一番最後の方が綺麗に決まりますからね。ちょっと皆さんこんな順番でよろしくお願いいたします。さあ皆さん、後半部分でございます。皆さん、模範解答ですね、付け足しましたので、これを見ながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。皆さん、まず、The study of gestures must 点々点ですね。もちろん must also consider 動詞でよろしいかと思いますが、皆さん、後ろに名詞がありますので、他動詞ということでよろしいかと思います。で、じゃあ主語はどれですかと言われたら、皆さん、前置詞プラス名詞は、相変わらず、括弧して M ということでよろしいかと思います。ですから、主語は自動的に研究ですよね。そして、マストールソコンセラー、ただ押し。ですので、後ろは目的をということで、バッチリです。あと、皆さん、訳す順番どうしますかということですが、皆さん、主語は一番最初かと思います。ただ、皆さん、前置プラス名詞にかかっておりますので、皆さん、右側からこういう感じですね。そういうジェスチャー、身振りのスタディ、研究は、マストールソーコンセダー。皆さん、動詞は基本的に一番最後の方が綺麗かと思います。ですので、3番目はこのあたりですかね。目的語でございます。ですから、そのようなナチュラルレスポンスにすることで、自然な反応も、マストールソーコンセダーということで、最後は皆さん、動詞に遡っていっていただけるといいかと思います。ですので、その身振りの研究は、そのような自然な反応もですね、考慮しなければなりませんということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて下線部2番でございます。頑張って考えていただけますでしょうか。さあ皆さん、下線部の2番の前半でございます。皆さん、前半はですね、すべて前置プラス名詞になっているだけでしてですね。で、皆さん、コンマとコンマで挟まれております。区切られておりますので、訳す順番はですね、それほど難しくはないかなという感じがいたします。ただし、皆さん、ちょっと気をつけていただきたいところ2点ございます。で、皆さん、世界のディファレントパーツのところなんですが、皆さん、ディファレントを見てですね、違うとか異なる、というふうに思わず訳してしまっている方、実際いらっしゃるかと思いますが、皆さん、ディファレントの右側に複数名詞ですね。複数名詞があったら、皆さん、様々な、というふうに訳さなければいけないんですね。後でまとめますので、今聞いとくだけで大丈夫でございますが、まずは様々なという話になっているかどうか。そして、皆さん、パーツもですね、部分よりかは、皆さん、この世界のお話とですね、併用した場合には、皆さん、地域という訳し方がバッチリでございますので、ちょっと皆さん、この辺参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、今度は中盤でございます。この青いところですね。英文2符のところから、in their execution のところまで、ちょっと皆さん、ここに焦点を当ててですね、行ってみたいと思います。皆さん、インフはですね、たとえうにゃうにゃてもという感じで大丈夫でしょうし、not exactly similar ということで、全く似ている、全く同じというわけではないにしてもってみたいな感じで、訳出することは問題ないかと思います。で、あと皆さん、in their execution。このエクセキューションがですね、本当は実行するとか、遂行する、というふうに訳出することができればいいんですが、知りませんという方実際いらっしゃるかと思います。で、皆さんちょっと下に書いてみました。エクセキューション、目的などの実行とか遂行ということで、これは、できます可能性今後もあるかと思いますので、今日は仮に間違ったとしても、知らなかったとしても、やっぱり覚えてほしいなという感じがいたします。ですから、実行する、つまり遂行する上で全く同じでないにしても、みたいな感じでいいんですが、じゃあ、皆さんこの訳し方をですね、覚えますと。覚えるんですけど、覚えられそうにありませんという方実際いらっしゃるかと思います。で、確かに見かける機会はそんなないかと思いますが、でもやっぱり、押さえていただきたい。じゃあどうしますかって言った時に、皆さんちょっとイメージということで書いてみました。皆さん、エクセキューションですね、聞いたことがない、という方であったとしても、皆さん、この表現はですね、聞いたことありますね。CEO。皆さん、CEO って誰ですか？もうわかりますね。企業のトップでございます。最高経営責任者みたいな感じですね。で、その CEO の E は一体何の頭文字ですかと言われたら、チーフ、これなんですね。エグゼクティブオフィサー、これでございます。確かに皆さん、エグゼクティブという表現も皆さん耳にしたことありますよね。そのイメージで OK ですからね。エグゼクティブ、なんかすごいみたいな感じですかね。ですから、CEO の E がエグゼクティブでございますので、皆さん、エクセキューションという名詞に派生させることは問題ないんですよね。ですから、皆さん、企業のトップは、じゃあ何をするのがお仕事ですかと言われたら、当然、目的ですね。企業としてのあるべき姿。目的なんかを遂行していく。それが CEO のお仕事でございます。ですので、そういうふうに皆さん考えていただけますといけそうですかね。さあ皆さん、後半でございます。先ほどのところは皆さん、ここに当たっておりますからね。その前後行ってみたいと思います。さあ、イクイバレントジェスチャー、主語に対して、have been developed ですね。動詞がちゃんと存在しております。で、発達してきましたよと言われて、for worship ですかね。崇拝のために発達し、そして、instantly understood ということで、すぐに即座に理解されますよということですね。もちろん、instantly は、ly ついておりますので、副詞。つまり m でございますので、カッコでくっときます。こんな感じですね。ですから、まあ、本来、主語が一番最初に和訳すべきところでございますので、ここが、まず、丸一番。エクイバレントジェスチャーということでございますので、ここですかね、対応する、もしくは相当する、該当する身振りはということでよろしいかと思います。あとは、have been developed と for worship ということで、皆さん前置詞プラス名詞はこういう感じですよね。この順番でいいかと思います。ですから、皆さん、崇拝のために発達し、そして、すぐに理解されますよということですね。ですから、皆さんこの順番でバッチリでしょうし、そして皆さんこの模範解答ですね、見て、皆さん自身の解答、確認していただけると嬉しいかと思います。で、皆さんお疲れ様でございました。先ほど和訳を皆さん頑張っていただきましたが、高校1年生とか2年生ですね。もしくは、高校3年生、もしくは、高卒生の方もそうですが、受験学年の1学期ぐらいまではですね、しっかり皆さん精読、丁寧な和訳、英文解釈頑張っていただいているかと思います。もうそれがですね、現実入試につながっておりますので、日々頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、次につながりそうなものを、皆さん、下にちょっとまとめておきましたので、もし、知らなければですね、この後、ノートを取っていただいて、で、皆さん、ノートを取ったら、その後、いつも通りこれですね、赤シートで隠して、皆さん、スラスラ言えるというところは、皆さん、頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。ということで、高校英語、やだっちょスタディですね、これからも行きますので、今後ともよろしくお願いいたします。